はい、皆さん、こんにちは。ということでですね、今日はちょっとまあ、申し訳ない話ですね、まあ、ちょっと引退しますっていう形でですね、ちょっと書かせていただいたんですけれども、まあ、一体ですね、何を引退するかっていう話なんですけれども、まあ、そろばん教室を引退するというわけではございませんので、ご安心くださいと。でね、いつもなんだよ、高先生、こんなじらしてとかって思ってる方がいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、実はですね、まあ、ちょっと皆さん、まあ、この最近の配信で、ちょっとお気づきかもしれないんですけれども、まあ、結構ですね、まあ、ちょっとこの鼻声と、それからちょっと喉がかなりちょっとやられていまして、で、まあ、最初に行った病院ではね、なんていうのかな、まあ、単純に喉の使いすぎですよ、ということで、まあ、決して風邪とかではなくっていうことはね、診断をしていただいたんですけれども、まあ、どうしてもね、ちょっと1ヶ月ぐらいやっぱり治らなかったんで、まあ、改めてもう一回別の、病院に、行って、で、まだ実は検査結果とか出ていないんですけれども、まあ、ちょっとこの喉がおかしいな状態で、で、そしてそのまま花粉症のシーズンに入ってしまったんで、まあ、ちょっと喉も鼻もやられていると。で、実はですね、まあ、これ毎年、そろばんグランプリジャパンっていうのは、があってですね、で、去年実は7月に僕も読ませていただいたんですね、初めて。で、今年もですね、実は参加したかったっていうところはあったんですけれども、まあまあ、実は録音の音源とかも取り終えて、まあまあ、こういった他の連盟とかってどういうふうになってるのかどうかはちょっとわかんないんですけれども、ざっくり中を言うわけじゃないんですけどね、基本的に全国大会っていうのは、読み上げ算とかの読み手っていうのは審査があるんですね。で、審査に通らないと、一応読み上げ算は本番で読むことができないっていう形なので、まあ、去年はね、運よく通ることができたんですが、今年はですね、もうそもそも申し込み自体をですね、まあ、辞退しようというふうにちょっと思っています。で、まあ、読み上げ算もね、教室でも、もちろん読んだりしますし、読み上げ算結構楽しいんですよ。で、自分も読んでて、子どもたちと結構コミュニケーション取れたりすることが結構多いですし、まあ、日本珠算連盟のね、後継者育成委員会というところで、まあ、指導した養成講習会、ね、今年も9月の27日、28日ですかね、2日間で行われます。まあ、こちらの日本珠算連盟のね、ホームページご覧いただければと思うんですけれども、まあ、これからそろばんの先生になりたい人とか、まあ、日本珠算連盟にちょっと興味があるとかいう方々向けに、まあ、読み上げ算の講習っていうのも僕は実は去年やって、まあ多分今年もおそらくですけど、やることになると思いますが、まあ、いかんせんこの喉とですね、鼻がちょっと1ヶ月、この状況が続きまして、結構今まで川崎の大会とかでも、まあ、ほとんどおかげさまでね、僕が読ませていただく機会っていうのは結構多かったんですけれども、一つね、ちょっとこれを機にですね、まあ、ちょっと他の先生とかにもね、やっぱりまあ、ちょっとこれはいい言い方かどうかわからないですけれども、新しい先生にもちょっとね、川崎とかであれば、経験を積んでいただいてとか、あとまあ、敏彦先生が、読み上げ算読んだりとかね、まあ、英語読み上げ算のね、この間、練習会ですかね、まあ、これからも多分ちょこちょこやると思いますけれども、まあ僕よりもね、他の先生がやっぱり上達するためって言ったら、まあちょっと上から目線になっちゃって、なんかちょっと聞こえが悪い感じにはなっちゃうんですけど、ちょっとね、いかんせんこの喉と鼻をですね、どうにかしないといけないっていうのと、この花粉のシーズンは本当に、まあ特にね、重なってしまうっていう、喉がそもそも、なんだろうな、なんて言うんでしょうね。結構使う割には意外とそんなに喉ってやられること僕はあんまなかったんですけど、やっぱりちょっと1ヶ月ぐらいやられてるっていうのと、やっぱり今喋ってると、まあこれ YouTube にね、集中するとまだ比較的、いいところはあるんですけど、でもなんか咳が出ちゃったりとか、やっぱり痰の絡んだ咳が、まあちょっとしばらくこの1ヶ月ね、まあ、決して咳では、風邪ではないので、これはもうお医者さんに言われてるので、大丈夫なんですけれども、ちょっとね、ちょっと今回はちょっとしばらくですね、ちょっと読み上げ算読むっていうのは、ちょっと本番の大会とかではね、まあ、ちょっと、自粛じゃないですけど、まあ、今年はね、ちょっとおとなしくしようかなっていうところですね。まあまあ、本当は全国大会とかでもね、読みたいんですけれども、で、この鼻と喉の状況があるのと、あと、僕、今、あれなんですね、4月からの土曜日にですね、まあ、これ渋谷区の、まあ、ある施設で、まあ、2時間だけなんですけれども、まあ、もともとはね、ことは2023年もやってたんですが、まあ、ちょっと大学の研究とかで、まあ、そろばんっていうものがね、果たしてどのように脳に影響が出るのかなとか、まあ、ちょっとそこ、細かくはね、
僕も話は聞いてないんですけれども、体を動かした後にそろばんをやるっていうのと、それから単純にそろばんをやるっていう、その2つのクラスをね、ちょっと実験的にじゃないですけど、僕が担当をして、で、それで研究の成果がこれから今取っていくっていうことでね、やろうとしているところがありまして、そこに今度、渋谷にも土曜日はちょっと授業に行く感じになるんでね、ちょっとそこでもね、短い時間ではありますが、読み上げ算とか、英語読み上げ算とかもね、やるつもりです。で、完全にね、引退すると言っても、読み上げ算をこれから全く読まないっていうことでもないですし、教室ではね、読める限りはね、やっぱり子供たちも結構読み上げ算好きだって子が多いので、で、それもありますし、やっぱそろばん教室としては、やっぱりただペーパーでやるものだけじゃなくて、やっぱりいろんな能力を子どもたちの鍛えていくというか、やっぱりそうであるのが、やっぱりそろばん教育なんじゃないかなっていう部分はね、僕個人的には思っているんで、日本語だけじゃなくて英語でやったりとか、で、はたまた普通にそろばんやったり、暗算やったり、フラッシュ暗算やったり、本当にね、引き続きいろんなね、子どもたちの能力というのを開花するのをお手伝いしていこうかなっていうふうに思ってます。はい。というわけで、ね、そんなそろばん教室が、蒲田のね、アバカススタジオというところに、メインでね、メイン教室は蒲田で、その他にも海老名とか、武蔵小杉とか、オンラインとか、シンガポールとか、先ほど言ったその渋谷とか、それから田町芝浦なんかも、授業を提供してたりとか、いろんな各地で、いろいろ展開をしております。今後もいろんなところでね、そろばん教育というものをね、展開しようかなっていうふうに思っています。で、それにですね、ちょっとお力を貸していただきたいっていう場合もあるかもしれませんので、ちょっと全国のね、そろばんの先生の皆さんというか、これからそろばん教室をやりたいというか、どちらかというと、なんて言うんでしょうね、その20代とか、若手のそろばんの先生を、ただ、そろばんの先生だけやるって、やっぱり世の中今、すごく難しくて、それ以外に何ができるかっていうところもね、踏まえて、うちのグループでもね、ちょっと採用というものをね、しっかりちょっとやっていこうかなっていうことを考えておりますので、これはもう気軽にで構いません。うちの教室の、お問い合わせフォームから、そういった連絡をいただいても構いませんし、としこ先生の方のね、この下に書いてある概要欄に、メールアドレス載ってますので、そちらからご連絡いただいても大丈夫ですし、僕の LINE を知っている方は、個人的に連絡くれても大丈夫です。という形でですね、人材も募集をしておりますし、2月、3月、引き続き、新学年に向けてね、入っておきたいとか、やっぱり4月になると、結構やっぱり多くの生徒が入ってくれるのはありがたいんですけど、4月に一気に入ると結構大変なんですよね、教える側もね。なので、2月、3月のうちに、ぜひ入られることをお勧めします。蒲田スタジオではね、2月、3月で入ったことは、入られる方はですね、これ YouTube 見ていただいてるっていう話をしてくれれば、特典も、それは、お問い合わせの際にね、言ってくれれば、特典もつけますので、ぜひぜひ、その辺、お気軽にお問い合わせください。はい、というわけで、今日はね、ちょっと読み上げ算の読み手に関しては、ちょっと引退するかもしれないっていう話でね、ちょっと悲しい話、いや別に全然そうは思ってないっていう人もいるかもしれませんが、ちょっとご報告という形でさせていただきました。それではまた皆さん、お会いしましょう。